バコサ・ハキャンは、事実上独立した、アルツァフ共和国の政治家。第三大大統領を2007年から2020年まで、務めた。1960年8月30日に、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領内、ナゴルノカラバフジチ州の州都、ステパナケルトに生まれた。高等学校卒業後の2年間を、ソビエト連邦軍で軍部に服し、その後は、 自動車工場や採石場で働いた。1983年から1987年まで管理としてステパナケルトの広告遺産修復に関わり、翌1988年からカラバフ運動に参加し始めた。1990年からナゴルノカラバフ国防軍に加わり、ソビエト連邦の崩壊後の1992年から1997年にかけて、 国防委員会副司令官、広報部隊司令官、外交部副司令官などを歴任した。1997年から1999年までは、アルメニアで内務国家保安省セルジサルキシャンの側近を務め、在ロシアアルメニア大使館でも勤務した。帰国して、後、1999年8月2日から2001年まで、アルツァフ共和国内省を務めた。 2001年から2007年まで国家安全保障局長を務め、少々にまでなった。2007年7月19日の大統領選挙では、アルツァフ共和国のアゼルバイジャンからの完全独立や出生率の向上を訴えて出馬し、85.12%の票を得て当選。同年9月7日から大統領に就任した。2012年7月19日の 大統領選挙においても67.65%の得票率で再選された。2期目の2017年2月に憲法改正を行い、アルツァフは大統領制に移行したと同時に、大統領選挙は議会総選挙と同時に行われることとなった。サハキャンの2期目の任期満了は2017年7月19日に迫っていたが新憲法により大統領選挙は、 総選挙のある2020年まで行われないこととなったため、7月19日には議会で今後3年間の過渡期の大統領が選出されることとなり、サハキャンが再選された2020年5月21日に大統領を退任。ありがとうございます。